はい、皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私藤野テイストでお届けしている30分番組です。オープニングはいよいよ今月末に迫りました、ラッコセミナーアット北海道についてお話しさせていただきたいと思います。どんどんどんパッパッはい、5月の29日ですね、今月末になりました、5月29日の日曜日に、北海道の空知郡というところで、抱っこセミナーをさせていただきます、主催してくださるのは藤原さと子さん。もともとはですね、こちら の関西の方でベビーマッサージの先生として大活躍をされていた先生なんですね。で、北海道に2年前なのかな、転勤をされて、でまたね、やっぱりそちらでもまた大活躍をされて、いろんなイベントとか、北海道なので、北海道なので出ていいのか分かんないですけどね、やっぱり寒かったり、まあ、季節によって寒くて、あんまり外に出なかったりとかっていう時期があったりとかする中、やっぱりママたちはね、ママ同士でやっぱりこう集まったりとかする楽しみっていうのがあまりないっていうことで、でもそこにそのね、さと子さんが行かれて、いろんなそういう楽しいイベントなんかを企画をされて、とてもね、やっぱり地元のママたちにも大好評を得ていらっしゃる先生なんです。私の他にも、ママトリマスの、ひろこちゃんっていう方 の, カメラ、ママフォトグラファーさんですねが、行って写真、菜の花畑とかラベンダー畑で写真を撮ったりとか、もうこれなんかもね、毎回もう満員御礼で、もうキャンセル待ちでなかなか予約が取れないっていうようなイベントされてたりとか、いろいろとなんかお料理のイベントされてたりとかっていうことで、まあ、その中に私も入れていただけたということで、すごいね、嬉しく思っています。で、当日は、抱っこセミナーをした後で、今度はランチ会も、ありまして、ランチ会、一緒にご飯食べながら、そういう、子育ての悩みであったりとか、なんだろうな、やっぱり私は一番伝えていきたいっていうところは、やっぱ大きくなってもいつまでもね、抱っこして育てるといいですよっていうところなので、そうなってくるとやっぱり兄弟がいらっしゃる、上と下がいたりとかしたら、やっぱりその悩みだったりとかっていうのもあると思います。あとはね、ちょっとそれこそね、これから先イベントじゃないわ、メルマガとかも発信する中で書いていこうかなと思っているところに、ちょっとね、パパとの関係みたいなのもあったりもするので、私あんまりパパのこと言いませんからね、Facebook とかね、ブログには書かないんですけれども、でも実際好き勝手やらせていただいている、奥には実はこういうことはちゃんとしてんだよみたいなこれちゃんとしてるっていうほどでもないんだよな、どうしよう、いいやなので、ちらちらとそんな話もしていけたらいいなと思っているので、北海道皮切りにちょっとパパ情報をね、オープンしようかなと思ってますのではい、ではメインはまた、先週に引き続き、新田芳生さんにお話を伺っていきたいと思います。メインのゲストご紹介させていただきます。先週に引き続きお越しくださったのは、サニークリスタルジャパン新田芳生さん、ごめんなさい、代表抜かしちゃったサニークリスタルジャパン代表新田芳生さんです。よろしくお願いします。ね、先週はその摂津、もう摂津が何回出てきたかなみたいな でも今週も摂津、はい、すみません、全然 OK です、はい、こんだけ摂津摂津っていう番組もなかなかね、ないですよね、きっとないね。でも最近ね、テレビで取り上げられることが多いんですよ、見ました、見た謎すぎる町摂津って、なんか見た特集で3回、ね、4回やってるみたいな、そう、そんなに、じゃあ続いて、そうなんですよ、こんだけ摂津を盛り上げたい摂津みたいな、そうね、ガンガン行きましょう、はい、謎の町でもうどんどんね、オープンして、はい、ね、地図出しちゃいたいぐらいだよね、ここですよって、そうですね、摂津市ってハートの形してるんですよ、地図で見たら、本当にハートの形なんですよ、ぜひ今皆さんね、あれ見てくださいね、ウィキペディア
で摂津市見てください。そうなんだ。それいいね、なんかね。いいでしょ。そうなんですよ。実は。なるほどね。前回は、まあ、今までそのね、あの、マメッチが、まあ、マメッチって呼ばせていただいてるので、はい、マメッチって呼んでるんですけどね。あの、マメッチが今まで、まあ、摂津に引っ越してからのお話を、ね、ね、してきて。はい、じゃあ今日はこれから考えているマメッチがその摂津をどうしたろうかとぐらいの勢い、はい、どうしたろうかですね、うん、ちょっと一言で言うと、うん、ワクワクする街にしたいんですよ。何もない街だったの。そう、何もないんですけど、なんか自分でここならなんかできるんちゃうかなとか、うん、ここならこんなやってみようかなって思えるような街にしたいなって思ってるんですよ、うん、それは例えばどういう人たち？うん、例えば子育て中で、うんうんうん、まあ、思うように働けないなってちょっとこうモヤモヤしてる人とか、うんうんうん、まあ、定年退職してなんかしたいねんけど、まあ、とりあえずボランティアとかやっとこうかな、でも、うん、まだもう一つこうやりがいが足りひんなとか、なんかそんな人たちがね、うん、自然と集まってきて、でも、うん、そのシニアの方とかママとかだけじゃなくて、もちろんこれから何かしようとして若い方、学生とかね、若者とか、今事業をもうやってる方とかね、男性女性関係なく、もういろんな人が、地域の人が丸ごとこうやりたいことを実現できるような夢が叶う街みたいな、なんかワクワクするなっていう街が自分の住んでる街だったら面白いなと思って、そんなところを作っていきたいって今動いてます。それなんかこう形というか、まあまあ こんなっていうプロジェクトとして、はい、そうなんです。それがね、今まであの摂津まるごとマーケットって先週にちょっとお話ししてたママの井戸端会議から生まれた大きなイベントができたんですけど、やっぱりそれやってる中で課題が見えてきたんですよ。いや、その課題っていうのはやっぱりあのすごく大変な作業が、その1日のイベントに行くまでに大変な作業があるんですけど、そこってこうやっぱりボランティアになりがちなんですよね。まあ、うん、なりと思う。で、特に街づくりっていうと、街、うんうん、づくりって行政がやるもんやんなっていう思いがもうやっぱりどっかにあるので、誰か人任せ、誰かがやってくれるよなっていう感じなので、うんうん、なかなかそこをこう仕事でっていうのがあんまりないんですよね、今。まあ、ピンとこないわね。ピンとこないですよ。街づくりってボランティアがやるんよねって。うん、でも、こんだけいろいろやってて、ボランティアはやっぱり続かんよなって、こう継続性っていうところに続かないなって思ってきたんですよ。思いだけではね。そうなんですよ、うん、やっぱり頑張ってくれた人には頑張ってくれてありがとうの対価を支払いたいと思ってきて、でこのまま摂津まるごとマーケットこんな感じでいいのかなって思ったんですよ、うんうん、それは自分にしても、みんなにしても自分にしても、うん、私も、まあ、家族との時間とかね、うん、家族と本来ならゆっくりできる土日がその準備に追われてしまうとか、でも別にそれが仕事なんかって言ったら中途半端な狭間なんですよ。仕事って言い切れない。なのでそれじゃあかんなと思って、うん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 、これを変えるためには何をしたらいいんやろうと思ったら、うん、まずはその人材育成、そこにそれを仕事と言えるような人ができたらいいな、へえ、だって、うん、暮らし、その自分がね生きてる生活の中で、その生活そのものが仕事になってるみたいな、地域のためになることが、それがもう仕事になってるっていう環境ってできないのかなと思って、うんうんうん、でいろいろ調べたら、コミュニティビジネスとかソーシャルビジネスっていうワードがどんどん引っかかってきたんですよ、ネットでいろいろ調べてたら。あ、やっぱ他の地区でそういうことを考えて、まあ、動いてるところがあるっていうことなんだ。今いっぱいあるんですよ、日本全国見たら、それを主婦が動かしてるって、まあ、時々あるとは思うんですけど、まあ、あんまり見ないんですよね。あ、結構あの、まあ、大学の時から街づくりに興味があって町おこし、村おこしみたいな方が多い印象なんですけど、でも確かにそういう人たちが今社会起業家っていう人たちが全国にそう増えてきてる、社会起業、まあ、あのそういうのをソーシャルビジネス、ソーシャル社会の課題をビジネスの手法で解決するソーシャルビジネスというのがあるんだってことを知って、さらにその社会のソーシャルビジネスの中でもコミュニティビジネスっていう特に地域に特化した地域の課題をビジネスの手法で解決するっていうコミュニティビジネスっていう考え方があるんだと思って、そこってミッションは誰かのために、地域のためにっていう、まあ、ボランティアが持ってるような精神なんですよね、うん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 、ミッションっていうの。でもそれをその思いだけじゃ何にもならんよね、ボランティアでやってたらあかんよね、うん、じゃあそこにお金が回る仕組みを、うんうん、ビジネスのノウハウ、経営とかのノウハウをプラスしてバランスよくやったものがコミュニティビジネスなんですよ。私は
それをしたいと思って、ほう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 、でもそれ学ぶ場所っていうのが、うん、まあ、まず説にはないんですよねで、そういう思いを持ってる、そういう知識がある人っていうのももちろん周りに誰もいないので、うんうんうん、私はこれを広めていかなあかんと思って、うんうん、で人材育成とコミュニティの創出の場所っていうのを目的に市民大学を作るんです。市民大学、大学もう大学ってつけちゃいました。摂津丸ごと大学っていう地域の人たちが主導し、うんうん、主導となって、うんうん、あの市民大学を作ろうっていう動きをこれから。すごいね、それ豆っちが考えたの。はい、そうなんです。仕組みとかね、いっぱい考えるの大好きなんですよ。マミークリスタル作った時も、うん、どうやってこのね、いろんなお母さんたちをうまくつなげて三方よしにしよう、うん、三方よしが結構基本にあって、みんな自分もよし、相手もよし、周りもよし。そうか、で前回言ってたその、はい、習うママも子連れ、そうです、教える先生も子連れ、さらにそこに子供見ててもいいよっていうシッターマミっていうのがいるんですけど、あ、シッターさんまでいたの。そうです、そうなんです。そういう三角形をね、うまいことね、こういうつなげたら面白いんちゃうかなっていう仕組み考えるのが大好きで、24時間そんなことばっかり思ってる頭の中はもう仕組み作りずっと考えてて、羨ましい結構めんどくさい脳みそですよそう、豆っちって言われてるゆえんもねそこにきっとあるかもね。うん、ずっとそんなこと考えて、こうしたらうまくいくんちゃうかなを、もうひたすら考えて本読んでイメージするのが大好きですね。羨ましいな、いいな、ちょっとだけでも移植したいぐらい。いやいやいや、へえ、それじゃあそういう、まあ、そういうね、そのママサークルで培ってたものもやっぱそっちでも。うん、そうです、そうです、もちろんそうなんですよ。全部流れがつながってて、マミークリスタル丸ごとマーケット、丸ごと大学みたいな形で、その途中にまあ、個人事業として起業したデザインの事業もね、うんうん、この間に入ってたりするので、うん、今それがこう全部一つの流れとなってサニークリスタルジャパンみたいな形でこれからやっていきます。で、その、まあ、まあ大学ね、何だったっけ、摂津丸ごと大学だったっけ、摂津丸ごと大学です。はこうぐ、まあ、今じゃあその大学がいつでしたか、ね、大学が6月、6月、うん、まあ、5月に創立パーティーをして、うんうん、で、まあ、これから一緒に頑張ろうというメンバーで集まって、うんうん、創立記念パーティーをして、うんうん、6月ぐらいから本格的に動いていきますね、うん、それは具体的に言うと、その大学に、はい、その勉強に行くっていう人たちもいるっていうこと、うんうん、主に2つぐらいの2階層で考えてて、うんうんうん、誰でも参加ができる、うん、いろんなジャンルのことを学べる、うん、まあ、例えば1回1000円とかなんかそんな感じで、うん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 、いろんなのを掴んでいけるような講座がまずあって、うんうんうん、でもう1つね、私はこれでビジネスを作るんだ、うんうんうん、地域でビジネスを起こすんだっていうのがもうビジョンが見えてきた人は、うんうん、もう一つのね、ちょっと本格的な講座を用意しようと思っていて、うん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 、それに参加してもらって最後発表の機会も設けるんですよ、はい、でじゃあこれは9月10日の摂津丸ごとマーケットのイベントの中で発表してもらおうと思って、皆さんのビジネスプランを。そうだね、それがないとね、うん、学んだだけだとね。そうなんですよ、できたらもうみんなそこでバーンと発表して、もう摂津の売りですみたいな感じで、はいはいはい、摂津ブランドってないんですよ今ね、摂津の地域ブランドっていうのがそれを、まあ、今作っちゃってもね、うん、って言われるからねきっと ね摂津ってどこから始まるので、そうそう、ね、じわ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 こう摂津を認知してってもらいながら、うん、あそこに行ったらなんか面白いこと起きるらしいよっていうような場所にしてもらって、でそこからいろんな面白いことがポコ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 生まれてくるような、あの最初ママの聖地ってマミクリ、マミクリって言ってるんですね。は、そうそうそう、ね、そう、それをコミュニティビジネス立ち上げるならまず摂津に行けよって言われるような、なんかそういうね、あの自分の思いを形にする場所っていうイメージに次はこう持っていきたいなって思ってます、ね、じゃあってことは、まあ、他の市とかから来ても大丈夫なの？もちろんです。うん、ね、今関わってくださってるメンバーさん、うんうん、結構他市からとか、それこそ、ま、京都からとか、すごい時間かけてきてくれてる子もいるし、うんうんうん、もちろん地域の中の人たちもいるし、うんうん、いろんな人が混じり合って、うん、あの地域ブランド作ろうみたいな、こう地域を面白くしようっていう動きがすごい今出てきてるので、うん、絶対面白い、もう
パワースポットになります。パワースポット。はい、パワースポットに。マメッチはそこの大学で何、学長かなんかなんの？理事長。学長だって。いや、理事長か。理事長か。ちょっと恥ずかしいですよね。理事長ってまだ私自分から言えないです。なんで？なんか恥ずかしい。新田理事長。いや、どうしようなんか。こそば良い感じ。こそば良い感じ。慣れる慣れようないよ。だんだん大丈夫慣れる慣れる。え、もうじゃあそのマメッチのまあマメッチって言えないかもしれない。言ってください。いつまでもマメッチで。そうね、マメッチの周りにそういう、まあ、ブレインというのかやっぱいろいろ助けてくれる方とかも、うん、じゃあもう今はどんどん集まってきてる感じで。そうなんですよ、すごいんですよ、うん、みんなも面白い人たちが集まってて、うんうん、もう年齢層も性別も本当に幅広くって、うんうん、私今理事長させてもらって、うん、言って言って、うん、副理事長の方は、うん、もう設で長年、まあ、最初に NPO 法人を立ち上げられた、うん、もうすぐ80歳になるかな、 80? ぐらいになる。いやでもすごいね、すっごいもうバリバリ 今でもすごい、ね、あの活発な方なんですよ、うん、え、女性？女性です。すごい憧れです私は。でその方と、うん、あとはあの近畿大学の教授も、うんうん、もともと摂津出身の方なので、で、あの街づくりに関してすっごい知識を持ってはるんですよ。専門家だ。私の中で歩くウィキペディアなんです。街づくりに関してね。街づくり、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネスめちゃくちゃ知り尽くしてる方なので、その方も理事に入ってくださると。そうなんです。他にもあの元市役所の職員の方とか、商工会の方とか、あと大企業で勤めてらっしゃった方とか、もうあの摂津にずっと住んでる、ちっちゃい時から住んでるっていう子とか、いろんなメンバーでその理事を固め、うんうん、その周りにはさらになんか私たちもやりたいっていう思いを持った人たちがたくさん集まってきてくださり、ここまでの1年間はそのメンバーでどんな大学作るっていうのをずっと話し合ってきたんですよ。時間をかけて話し合って、うんうん、今スタートです。なんかまあ、それで他から来てもいいよっていうのもすごいなんか、はい、まあまあ言えばね、あ、普通ってそういうのほら囲みたがるじゃん。囲みたがるかもしれないけど、ね、でもそれ、まあ、おそらくそうやってまたいっぱいその、まあ、老若男女って言われる人たちが集まってくるっていうのはきっとそうやって、まあ、丸ごとイベントの丸ごとマーケットか、ね、あれもやっぱりそうやって、ね、ママに特化してたりとか家族に特化してるんじゃなくてもう全部っていう丸ごと、丸、あ、そっかそっか、丸ごとだもんね。丸ごと世代もね、性別も関係なくみんな丸ごと夢を叶えたいと思ったら叶えようよ、ここでみたいな、ここで叶えられるよと。え、でなんかこうそれこそじゃあ理事長としてお話、お話とかそうなんか、はい、何セミナーとかもするの？そうですね。そうなんですよ、ね、結構ほらだって今あそれはまたちょっと地域とは話違うのかもしれないけど、ほら企業塾みたいなので、あ、やってますね。そうなんですよ、それも面白いんですよ、うん、もうね、なんか女性のね、うん、お母さんが多いんですけど、うんうんうん、やっぱ個人事業主ってなかなかね一人でいろいろ悩むとかあるじゃないですか、うんうん、それをみんなでシェアして、うん、毎回みんなの事業発表というのがあって、自分の事業はこんなんですとか、こんなんをしていこうと思ってますとかっていうのを、うん、みんなの前で発表するんですよ。でそれに対してみんながここいいねとか、うんうん、ここもうちょっとこうしたらとか、ここはどうなのっていう突っ込んだりとか、うんうん、なんかそういうのがあるんですね。なんかね、面白い。たまにたまになんかフェイスブックでそれこそね上がってきてて、あらあらと、あらあらあらっていうか、すごいなんかやってる、うん、母親経営塾っていうのもやって、うんうん、あ、経営塾なんです。経営塾なんです。そうなんです。ね、なんかそんなのもまたね、はい、役に立ってるうん、だろうなって思いながら、うん、なんか本当だから、まあ、さっきから言ってその綺麗な流れっていうのか、うんうんうん、なんかうまいこと全部その今の、はい、ま、マメッチがやりたいこと、うん、これからやること、うん、ね、はい、なんかこううまいこと流れてるなって思ってて、でも結構無計画なんですよ。結構無計画なんだけど、うん、夢を追うタイプではあるので、ここは見えてるんですけどね。あのケイちゃんがねよく言う、ここがここってここが見えてたら、ここは、はい、どんだけ全部あの人は掴みに行くっていう表現するけど、うん、その何ここの苦労はね苦労じゃないみたいな。そうですね、うん、ここも楽しみたい。私本当ね、なんで街づくりすんの、うんうんうん、みたいに言われるんですけど、摂津、うんうん、がそんなに好きなんって言われるんですよ。摂津愛も確かにあるんだけれども、うん、言うても5年しか住んでないので、うん、そうか、そう、出身地じゃないですしね、大阪市出身なのでね、うん、そうだから摂津愛がその原動力なのかって言ったら、そうではなく自分の好奇心とか、うん、まあ摂津愛ですって言うとこか。わかるわかる。いやでもまあ、それがちょうどいい具合にね、だからさっきもね、ちょっと打ち合わせの時に言ってたのが、摂津じゃなかったらねやってないね。そうです、あそこちょっとね言うとかね、そう、摂津じゃなかったらやってないですっていうのが、そうなんですよ本当にね、摂津、うん、だったからこそ人がね、うん、すごく
もう本当人がよくって、うん、なんかあの全然わかんない時期に行政の人とかも助けてくれたんですよね、うん、大阪市では大阪市は名指ししたらあかんけど、まあ、他の行政ではそんなことあるのかなっていうぐらい親身になって話を聞いてくれて、うん、であのじゃあこうしたらいいよっていう提案とか、うん、次の方につないでくださるとか、うん、いろんなことがあったのでこれもっと摂津じゃなかったらやってなかったかな、うん、それにまあ摂津には何もなかったっていうのが一番のあのゼロから作り出すのが好きな方ね、赤タイプだったらしい、ね、ないって言われたら作るですねそれはすごい、だからそれこそね、摂津でそのマミあの摂津ママで弾いたらミクシーに何も出てこなかったからじゃあ作っちゃえみたいな、はい、とかね、行ってみたら行ってみたで何もないから、うん、そういうね、あのコミュニティを作るっていうのが、はい、まあ、うん、マママメッチなんだねきっとね無計画、まあ無計画なのかもしれないけど、でも、うん、やっぱそれを着実になんかこなす力があるっていうことだもんね。ありがとうございます、嬉しい。いやいやいや、それはね、もうあの本当イベントね、3年前かなあれ。そうですね。ね、イベント、うん、あの大阪のね、心斎橋で結構大きめのイベントをね、うん、一緒に実行委員としてさせていただいて、もう実行委員長だったのでね。はい、ね、一番なんか下っ端なそう、ね、でも一番若かったけど。もうすごい人たちに囲まれて、私いいんですかって。でも、でも本当にあれはやっぱりマメッチが、まあマメッチって言われる、だけあるぐらい、はい、もう本当にいろんなことを細かく細かくね、細かかったですよね、細かかったすいません、いっぱいもなんかねワードもエクセルも、いやでもそれがやっぱりいないとね困るしだろうし、あれはあんなにうまくはいかなかっただろうし、あの時はやっぱり実行委員みんなが良かったもんね、良かったです誰も言わねえから自分すっごいもう、ね、集まるべくして集まった仲間たち、ね、今でもね、まあ、年に1回は、まあ、まあ全然ながら今までちょっと全員集まったことがね、まあ、その時その時の事情であるんだけど、まあ、やっぱ後からもでも年に1回は集まりたいよねっていうメンバーだった ね、 ねあれはね、そうです、そうです、うん、本当になんかいい、でもそれもやっぱりマメッチがやっぱそうやって実行委員長としてシャッと、いやそんなうまいこと言ってたいや本当だと思う、でもぜひだから絶対その摂津のね、摂津丸ごと大学も、うんうん、楽しみに私も絶対見せていただきたいなと、ね、絶対面白い街になると思うんですよ、思っていますね、その説、丸ごと大学スタートするのが6月、はい、5月が、パーティーやって、そうですね、6月にドーンと、はい、で、先週お話ししたそのマーケットの方が今度は9月の10日ですね、はい、土曜日に説、丸ごとマーケットということで、ま、マメッチが、はい、あれは何代表っていうの、代表っていうか、うん、そうですね、総まとめ、あどうなるんだろう、特に決めてないんですけど、ね、ないよ、今まで実行委員長だったんですけど、あ、そこ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 、それがね、あの説明ごとプロジェクトって実行委員会からプロジェクトに変わったので、あ、そこそこ、じゃあプロジェクト、プロジェクトリーダーみたいなかな、でやってもいいです、ね、うん、ぜひあのまた本当すっごいイベントなので、あのイベントに出たことのある人もきっとね、いろんな勉強になると思うんだ、あれ、本当ですか、うんうん、なんかあんだけ人を裁くっていうのもなかなか大変だろうなって思うし、ですけど、ね、これからイベント主催したい方とかもね、うん、はい、絶対勉強になると思う、またそういう人たちがそれこそまた毎日頼るんじゃない、ねえ、来てくれたら私全然もうお教えしますよそうなの、はい、もちろん、一緒にやりましょうって感じですそうなんだ、そう、貴重ですよ、そういう一緒にやりたいって言ってくれる人、イベントやりたいって言ってなかなかね、いらっしゃらないと思うので、うん、ぜひぜひそういう方はね、あの、つながって、検索ワードとしては摂津丸ごとで、はい、ね、調べていただいて、まあ、あのその摂津の、のにも新しい豆知の、はい、あれかな、ブログとかにマミクリの、はい、マミクリスタルとかで検索したら、うん、もういろいろ発信してるので、ね、はい、してると、まあ、日常も分かっていただけるんじゃないかと、そうですね、Facebook とかにもね、日常のこと載せてます、はい、ぜひつながっていただいて、またね、はい、イベントにも行っていただければと思います、では、はい、2週間続けてありがとうございました、ありがとうございました、けいこの望みを叶えるカラーメッセージ。どんどんどんパフパフパフです。はい。はい、今日は、黄色でね、ロゴや名刺の色で、うん、あなたの思い伝えれてますかっていうところで、黄色をメインに使ってる方は、うん、まあ、どんな印象を与えるかっていうと、うん、黄色、太陽の色なんですよ。黄色って赤じゃない？え？あ、違う違う。太陽、太陽ね、国によって
違うんですよ。あ、本当？まあいいや、まあ、その説明長くなるのでね。そうですね、はい、で太陽一つですよね。なので唯一のものっていう印象を強く与えるんですよ。なので人と同じことやってて黄色背負ったらあかんよねっていうのはありますよね。あと未来を見据える色なんですね。なので新しいことを計画していくとか、さっきあの日田理事長がね、日田理事長が、はい、豆知事長が仕組み作りがね、もう20時間考えてるんですって言ってはったでしょ。それってあのすごい佐野の色なんですけど、仕組みを作るとか計画を立てていくって、しかも新しいっていうのがテーマなんですよ。なので今までやってきてことのないものをこれとこれ組み合わせたら新しい仕組みができるんちゃうかっていうのに、もう快感みたいな。なるほど。はい、なので黄色をぜひぜひ背負ってくださいっていう人やなって思いました。なのであとすごい明るさとか軽やかさがあるじゃないですか。なのですごいこう重厚感を人に与えたいとか、そういう、こう重い仕事をしてますよなのに黄色のロゴみたいなんやったら、あれ違和感ありありなんですよね。はいはいはい。はい、なのでこうスピードの速さ、光の速さとか、広がりとかね、はい、そういうのをイメージさせたい方には黄色。その代わり新しいものであったりオリジナルのものを作り出していく力っていうのを私は持ってますよって、はい、アピールしてください。 なのでみんなと同じものしかものがいいと思ってる方はちょっと黄色は難しいかなと思います。一致させにくい。新しいものどんどんアイデア出しますよっていうのが得意な人は黄色をぜひぜひ使ってくださいですね。はい、なので今まであるこう今まで、歴史の中であるものをこう着実に確実に、やっていくのが得意なんですっていう方はまた別の色がおすすめです。それはまた今度。そういうことですシャナー TV 黄色使ってるよね。そうそう、なのであれでしょう、もう新しい情報を発信していく光として導いていくとか、まあ、広げていく。シーコのインターネットテレビを使って24時間オンエアなんていうのは初めてですよね、とかで多くの社長さんに聞くと、ね、はい、新しいことをやっていく、ね、オリジナルにこだわるっていう色です。でね、やっぱり明るく楽しく、あんまり名刺に黄色って使ってる人っている？いや、なんかロゴのワンポイントとかでありますよね。あ、ロゴはある。まあ見にくいからね、字だけで名刺の字とかだったら黄色やったら見にくいな。はい、でもロゴで使ってらっしゃるかいらっしゃいますよね。 あと可愛らしさとか、あの親しみやすさも与える色なので、まあ、これからまた皆さんもね、もらった時のイメージっていうのをね、そうです、ちょっとなんか名刺もらうのも楽しくなるかもしれないね。そう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 。で、あとまたじゃあ今日のゲストのマメッチの情報も、はい、ケイちゃんの情報、私の情報、ママラフのフェイスブックページに載っています。カタカナでママラフで検索してぜひアクセスしてくださいはい、ではまた来週です。